はい、ビーナスイレブンビビットです。パジャマパーティーが流行ってるっていうことで、なんかいろいろあるみたいですね。いいパジャマなのかこれ。イベントスカウト、ビーナスパックで育成パック。衣装とかいろいろありますね。お、なんかすごいな、のとさんだよな、のと。そういう、なんだろう、ネットとメジャーな小倉優衣みたいな、メジャーな声優が混ざってるな、このゲーム。そうそうそう。たまやゆかりもいましたからね。さ、まずいつも通り遠征から戻ります。そうするとレベルが上がる。光朝日さん、じゃん。遠征開始。一試合だけやりますかね。シナリオを。影山美穂ちゃん。お笑い転向ですか。人間観察は大事ですよね。そうですね、そのタイミングですよね。私この人は本当にうまいのか、また別問題ですね。おっと、なんか FC 大阪の、お、この子かわいいな、影山美代。ストロングなんたらかんたらパスになりましたって書いてますよね。スキルアップチャンス。好感度上げたいな、この子。かわいい。オルガ。オルガってなんか違うものを思い出しますが、まあいいや。止まるんじゃねえぞっていう感じですね。止まるんじゃねえぞっていう感じですね。ミオだったっけな。たくさんの選手を獲得しました。これがオルガですね。止まるんじゃねえぞっていう感じです。お、女子寮に入れることができるんですね。特訓をしまして、アップしました。スカウトしてみ、スカウトってできるんかな、もう。
レンドスカウト。こういうふうにスカウト、人を増やしていきます。試合やってみますか。ミラハイっていうの、ミラハイっていうのがありますね。エキシビジョンを。中級をやってみますか。スタートです。せいぜい頑張ってほしい。超えました。もう えげつないですね、これ。さあ、やってきました。取り切れない。おっと、奪い取った。おっと、奪われた。中級になるとなかなか簡単には勝てないですよね。取り返された。おっと、なんとか防ぎ切ったよ。超えた。またですね。さあ、取ったり取られたりの展開です。超えました。さあ、ルミストライク超えました。前半終了、交代ですね。
超えられましたね。お、2対1。おっと、しかし。すごいニスライディングで、台頭しました。こうやって時間を稼ぎます。天才子役パス。また超えられました。これは破れない。なかなか天才派だ。ゴールキック。おっと、ディフェンダーが。ディフェンダーを交代です。試合終了ですね。勝利です。次が MVP。じゃあもう一度試合やってみましょう。このミヤハイ、ミヤハイじゃない、ミラハイだ。お、なんかポイントを注入すればシナリオが進むみたいです。なんか特別な装備でももらえるんですかね。親子？照れてますかね。通常リーグ行ってみますか。キューブ。
て、前ですね。さあ、試合開始です。おっと、寸劇ですね、まずは。どうしたんでしょうね。なんか一悶着ありそうな、一波乱ありそうな雰囲気です。さあ試合開始。このプレイヤー赤です。なんだこれ、チョコ自分で食うな、チョコ。またチョコだ。チョコ3回目ですね。よくチョコ食いますね。なんかチョコに致死量があるらしいですね。板チョコ50枚だったかな、それをちょっとどのぐらいの期間でっていうのはわからないんですが、消化されるだけの量かな、なんかそうすると致死量になるというのを聞きましたね。さあ天文さん、ポジティブパース。かなりスタミナ減ってますよ、マホロさん。マホロさん何やってんですか。さあ、天才子役パスのミッドフィルダーエミーさんです。ほとんどない。さあ、ルーミンストライク来た。当然そうなります。取り切りました。またルーミンストライクを。ていけない。前半戦終了ですね。紬、そんなにダメージは食らってないような気が。さあこれをで後半戦を行きましょう。しました。どんどん縦に攻めていきます。これルーミンストライク来るな。来ました、抜けました。さあすごい早いですね、天文。またルーミンストライク。3点目。ルーミンストライクばっかりで3点数ですね。さあ、ワンツー。後ろから取り切りまして、試合終了です。うわー、なんかすごいね。異常すぎる。もう8期連ばかりですね。そうだ、記憶喪失だったんですね。
さ。というわけで、はい、ビーナスイレブンビビットやってみました。ゲーム動画でいこうではチャンネル登録者数1000人を目指しております。この動画のタイトル右側にあるチャンネル登録ボタン、まだお方押していただいて、チャンネル登録ご協力をお願いいたします。また、高評価、コメント、この動画の SNS 欄を拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。はい、この動画の最後20秒に、関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間ありましたらそちらを見ていただきまして、プレイリストについてはですね、プレイリスト登録 YouTube のチャンネル内でできますので、よろしければリストに追加してください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。